はい、皆さんこんにちは、アキヤです。今ね、ちょっと梅田に来てるんですけど、今日はルミックス S1 用のレンズを買いに行きたいと思います。で、シグマ2470の F2.8 同士の第三元レンズをね、ちょっと買いに行こうと思います。で、今ちょっとね、よっちゃんも来てくれてて、で、もう今から買って、もうそれをね、すぐにちょっと使っていろんなね、作例とか撮っていきたいと思います。で、こういうVlog をね、ちょっとやりたかったんで、あのレンズを買いに行くっていう、僕のね、結構しょうもない写していきたいと思います。お願いします。お願いします。このね、6400が欲しいんですよね。ちょうどこの Vlog 用に6400が欲しい。これめっちゃいいな。 2.8 投資やと6400に、この10-18mm のね、これが欲しいんですかね。サブ機として欲しい、 Vlog 用に欲しいわ。これです、シグマ 2470mm F2.8 のこのレンズが、これを求めています。めちゃでかない？でかやばこれやな。今欲しいカメラは、今欲しいカメラは、俺今なんか GH5 使ってみたいなって思ってるけど。なんで？なんとなくなんか色にあいじりやすいやん。あー、線みたいかな。そういうのなんか俺もやってみたいなって思います、よいしょ。はい、ということで、シグマの 2470mmF2.8 を購入してきました。はい、これはね、ちょっと皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ一回開けてるんですけど、まあこんな感じの箱に入っていて、でね、シグマさんのレンズはね、絶対にね、こういうケースがついてくるんですよ。でかっ、これめちゃくちゃでかいです。で、この中に、まあ一回開けてるんですけど、この第三元ズームレンズが入っております。でかすぎやろこれマジででかいやん。 S1 と一緒に買った 24-105mm の F4 のレンズはちょっとね、買い替えることにしました。で、なので 24-105mm を手放して、24-70mmF2.8 に、僕は買い替えました。で、まあなんでかっていうと、やっぱり単純に F2.8 が良かったですね。F4 やとね、まだちょっとボケも、まあ、物足りない時もあったり、あと夜にね、あんまり強くなかったので、まあやっぱり 2.8 同士の方が僕は良かったので、この超王道の 24-70mmF2.8 にしました。で、このレンズの何がいいかっていうと、安さですよね。で、フルサイズの 24-70mmF2.8 のレンズって大体20万とか超えてくるんですけど、これは大体12万から13万円ぐらいで購入することができるんですよ。めちゃくちゃ安いんですね。だから 24-105mm の前持ってたルミックス S1 のマクロレンズよりも新品で買うとこっちの方が安いぐらいですね。まあまあまあ、その僕はね、キットレンズで S1 を買った時にこのレンズがまだ登場していなかったんですよ。これが出たのが12月ぐらい。シグマからね、ズームレンズ出るやろなとか思ってたんですけど、とりあえずルミックスの S1 が欲しくて、で、その時に、まあ、EU ズームレンズっていうのはまだ発売されてなくて、キットレンズの 24-105mmF4 が、まあ、キットレンズなので一緒に買うとね、安くなるので、それを買ったっていう感じですね。キットレンズっていう括りにはなっているものの、キットレンズ以上の、まあ、性能というか、写しとか写り方とか描写とかすごいね、めっちゃ気に入ってたんですけど、やっぱり、まあ、F2.8 がいいということで、このシグマの 24-105mm のレンズになりました。一応シグマアートレンズですよね。はい、シグマのアートレンズなので、まあ、シグマアートっていうのは大きさとか考慮しないで、もう描写力、もう絵の質に特化したレンズになっております。だから両方ね、今これつけてるのもシグマ 35mmF1.4 で、こっちがシグマ 24-70mm の方も、両方ね、アートレンズなので、まあ大きさとか手軽さっていうよりも、写真とか動画の描写を優先したレンズになっております。はい、ちょっとつけてみましょう。これ GH5 のマイクロフォーサーズを使ってたから、マイクロフォーサーズのレンズって安いんよ。けどフルサイズになっていきなり高くなったから、ちょっと、まあ、僕もね、割となんか買うのにだいぶ悩みましたね。はい、でこんな感じですね。だいぶ大きいね、これ。こんな感じです。でかすぎやろこれいや、ほんまにでかいんよ。重たいんよこれ。S1 はね、ボディだけでバッテリーと SD カード入れたら1キロ超えるんですよ。で、このレンズが何グラム、これ書いてない。
はい、まあこれもね、このレンズ大体多いから、まあ大体2キロぐらいですね。まあ2キロいかんとは思うんやけど、まあ大体2キロぐらいありますね。これ重たいわ。だからさ、無理やん、こんなん自撮りすんの。こうやって。いや、重すぎるし、みたいな。いや、1DX ほどじゃないとはいえ、だいぶ重たいんで、これで自撮りは無理やな。ということで、ソニー系のね、α6400 とか欲しいんですけど、まあね、その YouTube 用の、まあ、Vlog というか、そういう自撮りをする系のサブカメラで、なんかね、いいのないかなって探してるところですね。はい、まあそんな話をしていて、でこれの実際の写り描写がみんな気になると思うんですけど、ちょっとだけね、あの写真撮ってきたんですよ。まだ動画はね、あんまり撮れてなくて申し訳ないんですけど、これのバッキバキ、うわめっちゃボケてるわ。うん、めちゃボケるな、これやっぱ 2.8 なだけあって、まあね、すごくこの光景もね、一応 82mm で一番でかいんですよ。これが62mm か、なんぼやND フィルターとかつけるときにステップアップリングがいるんですよ。これで何倍だったっけ ?67 でした。はい。で、こういうときは、ちょっと待ってて。はい。で、まあ、こういうときに、その ND フィルターをね、こういうのね、つけるときにね、まあ、大きく問題になってくるのが、このレンズのサイズなんですよね。これにはもう 82mm、一番大きいものをね、買ってるんで、まあ、問題なくつけますよと。まあ、ND フィルターをつけることができるんですね。で、まあ、レンズのね、大きさが違う場合はどうするかっていうと、こういったね、ステップアップリングっていうものが売ってます。67mm のものから、82mm に変換する。こういうものをつけると、レンズ系がね、まあこんな、みんな説明するのも分かっとるわって感じかもしれないけど、まあ、意外とね、こういう、まあちょっとしたなんやろ、僕なりの工夫というか、まあそういうのもねちょっとシェアしとこうと思って、はい。でこれでつきました。でやっぱりね、その ND フィルターを購入するときは、まあ可変 ND とか特に自分が持ってるレンズの一番大きいサイズのものを購入することをお勧めします。そしたらね、こういうステップアップリングを全部のレンズをねカバーできるのでいいんじゃないかなと思っております。はい、直そう。はい、ということで、このね、24-70mmF2.8 の作例をね、ちょっと皆さん見たいと思うんですけど、申し訳ないです。ちょっとね、写真しかないんですね、今。一応ね、動画撮ってます。もう、すでにこのレンズバチバチ使ってます。でも、ちょっとね、その動画がまだ公開できないので、まあ、多分ね、2月の中旬ぐらいには公開できると思います。で、撮った写真はね、こんな感じですね。はい。もうめちゃくちゃシャープで、しかもね、結構ボケてるのがわかると思います。はい。まあ、ルミックスの写真はちょっとね、僕的にはコントラストが強めかなっていう印象もありますね。はい。で、まあ、ちょっと動いてる写真とかこんな感じで撮ったり、あとは、まあ、自分ですね。自分もこんな感じでちょっとね、撮ったりしました。はい。で、まあそうですね、オートフォーカスとかに関しては、やっぱり、前の 24-105mm のキットレンズの方が早いかなっていうのは、ありますね。この 24-70mmF2.8 っていうのはもうこの L マウント用に作られているので、だいぶね早くなっています。こっちはもともとある 35mmF1.4 の、まあ、EF レンズとか用のものをここをねちょっと変えてるだけで、この L マウント用に作られてるわけではないんですね。だからここの部分をちょっとこういじってるだけだから、 AF とかすごく遅いんですよ。まあ AF 使う方とか背景ぼかしたい方とかは S シリーズとかシグマ FP 使ってる方はすごくいいんじゃないかなと思っております。はい。で一応ね、これ E マウント、ソニーの α シリーズとかの用のマウントのものも発売されているんで、タムロのね2875とかあると思うんですけど、それにねちょっと画角が足りないとか、まあ、ちょっとね描写性能がっていう人は、まあ、こっちをねぜひ試してもらってもいいんじゃないかなと僕は思ったりもしています。はい。ちょっとね今回作例がね少なくてちょっと申し訳ないんですけど、まあ、今回はそんな形でまあちょっとした何でしょうねこれちょっとした Vlog でもない、まあ、Vlog というかレンズ買いましたっていう動画でした。はい。最後まで見ていただきありがとうございました。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね最近動画出せていないんですけど、今ねとあるプロジェクトを進めています。でそれがね終わったらこう一気に動画バーって出していくと思うんで、まあ、ぜひねもうちょっと待っていただければと思っております。はい。そんな感じで今日はここで終わりにします。どうもご視聴ありがとうございました。アキアでした。またね。